タクジニョンは JYP や JYPark の名で活動している韓国の男性シンガーソングライター、音楽プロデューサー、実業家である。JYP エンターテインメントの創業者でアイドルグループを中心に数多くのアーティストを生み出し続けている。愛称は餅が大好きなゴリラを意味する餅ゴリ。1971年12月13日、ソウルに生まれる。 父親の転勤で小学1年生の時に渡米し、2年余りニューヨークに居住した。そこでブラックミュージックに触れ音楽にのめり込んだ。高校生の頃には桑田タバンドのスキップビートを聴き、アジア人でも黒人音楽ができるということに衝撃を受けた。そして4世代学校在学中に歌手になることを決意した。1992年グループ パクジニョンと新世代で、歌手デビューするも振るわず、再デビューのために受けたオーディションにも次々落選。その後、歌手、キム・ゴンモのマネージャーに拾われて、バックダンサーを務めていたところ、作曲家のキム・ヒョンソクと知り合い意きと合。ヒョンソクの家に転がり込んで音楽理論を学んだ。1994年、ソロの R&B 歌手として復帰。 当時としては珍しかったメディア戦略やセクシーな衣装とダンスで注目を集め、一躍人気者となった。1997年、所属事務所であったデイオニ AV から独立し、手本企画を設立。プロデュース活動も開始し、R&B やヒップホップ調の音楽に、家族愛など、庶民的な内容の歌詞を載せた楽曲を特色とする、男性アイドルグループ。 ゴッドは、幅広い年齢層から支持される国民的グループに、のし上がった。その後も、男性歌手のピア女性アイドルグループのワンダー、ガールズらをスターへ育て上げ、手本企画を、韓国三大芸能事務所の一つにまで成長させた。2001年4月、自身のイニシャルを取って、手本企画を、JYP エンターテインメントへ、社名変更。8月、 コスタックへ上場させた。2003年、米国進出し、ロサンゼルスを拠点に、プロデュース活動を行った。2004年、メースの復帰作への楽曲提供を皮切りに、キャシーやウィル・スミスのプロデュースを手掛けた。日本でも、精力的に活動し、AI やスマップとコラボレーションを行った。2007年、6年ぶりに歌手活動を再開。2008年、 大統領直属諮問機関、未来企画委員会の民間委員に任命された。2015年に、韓国、日本、台湾出身メンバーからなる、多国籍ガールズグループトゥワイス、2018年に、ボーイズグループストレイキッズ、2019年に、ガールズグループイッチ、2020年に、日本人、ガールズグループに0をプロデュースした。2020年10月7日、日本で、 ベストアルバム、J.Y.Park ベストを発売した。フルアルバムスタジオアルバムミニアルバムシングルデジタル、シングルベストアルバム。ありがとうございます。